はいどうも皆さん、こんにちは。うぷ主ののろけよと、ゲストののろなりです。ということで、鳥取遠征パート2、やっていきましょう。現在は、名鉄名古屋駅に来ています。真っ赤な車両がいるな。ちなみにここは、本来乗車ホームではない真ん中のホームです。名鉄名古屋駅は3面2線の設備で、端にある2つのホームが乗車専用、真ん中のホームが降車専用になっています。多少例外はあれど、基本的にはそうです。走行してるうちに、乗る予定の列車が来ました。ツアー1700。とりあえず、ここ名古屋駅から岐阜駅までのもろもろの映像は、1700系追悼企画の時に紹介してますので、右上の i ボタンか、概要欄からご覧ください。そのため今回は岐阜駅までカットします。なんだこの継ぎはぎ仕様。というわけで名鉄岐阜駅に着きました。向こうからは、1800系と思われる車両が入線してきてますね。改装されてきた1800系が、僕たちがここまで乗ってきた1700系と顔を合わせることになります。それでは18切符旅に戻りましょう。数少ない私鉄乗車が、終わってしまった。ここからは、関ヶ原に向けて出陣しましょう。それではこれに乗って、大垣まで行きます。めっちゃガラガラだな。こんだけ空いてる新快速は初めて乗るかも。大垣に到着しました。ここが大垣か。ムーンライトながら号の終着駅大垣ですね。さて、米原行きはどこにいるのかな。うわー。とりあえずお見送りをして、米原行きが入線してきました。これに乗って、関ヶ原を越えて米原を攻め落としましょう。よっしゃー攻め落とすぜ。まあ関ヶ原はカットされたんですけど、米原に到着しました。先ほど見えた新快速に乗り換えます。これに乗って、京都まで行きます。おお、ついに関西地区突入か。この青色の新快速の文字を見ると、関西に来たって感じがするね。よっしゃークロスシートで快適な旅の始まりだ。終わりました。ということで、いにしえの都、京都に着きました。京都駅は発展してるな。せっかく京都まで来たので、お土産か何か買ってきました。3分クッキングのような手際の良さだな。そしてそこにいるのは、山手線の大崎行きでも、横浜線の東神奈川行きでもなく、奈良線の普通、奈良行きです。車両は、103系が使用されています。1989年製の車両や1994年製の車両が飛び交う中、こいつだけ1963年製と明らかに古いです。今回は、そんな103系に乗ります。103系は国鉄車なので、国鉄の丸いフォントが使われています。それではこれに乗って、稲荷まで行きます。だいぶ古い車両だから、扇風機が回ってるな。伊豆急に行った時も回ってましたね。同世代かな。車内はこんな感じで、青色の座席が並んでいます。この微妙にレトロな感じが、国鉄らしさを醸し出してるな。とりあえず、103系の走行音をしばらくお楽しみください。稲荷に到着しました。右にある JR 富士の森っていうのがすげー気になる。それではお見送りをしましょう。改めて見るとこの色完全に抹茶だな。この列車宇治の方行くから余計にね。それでは降りましょう。ちなみに、ここまで来た新浦安から浦安の乗車券だと、途中下車はできても寄り道ができないので、新しい乗車券を通します。京都から稲荷までの切符を没収と、稲荷駅の駅舎はこんな感じです。そして横断歩道を越えると、目の前に大きな鳥居が、そうです。みんな大好き伏見稲荷大社です。ここは、説明不要なほど有名な神社ですね。うわぁ、あの有名な伏見稲荷大社か。そういえばここ、後から調べたら東方の聖地だったみたいです。マジか。ここ東方の聖地なのか。ちなみに他にも、稲荷、コンコン、コイロハの聖地だったりします。ですが、今回は東方の聖地ということで進めさせていただきます。あと、聖地位置につきましては、休日お出かけパス小田原編の動画をご覧ください。それでは先に進みましょう。ここは、ヤクモラン、ミスティアーローレライの聖地で、ヨーヨームやエイヤサが関係しています。
外国人の京都人気スポットナンバーワンに選ばれるほどの有名地ですが、昨今のご時世のおかげか人がまるでいません。ほんと全然いないな。俺たちの他に数人しかいないじゃないか。これはかの有名な千本鳥居。ですが、やっぱりガッタガラ。これなら誰もいない千本鳥居取れるんじゃねえか。そうだね。ということで記念にソシャリ、いい思い出ができました。ということで JR 稲荷駅に戻ってまいりました。伏見稲荷大社は山登りもあるみたいですが、今回は時間がないのでスルーします。そして北車両は、2018年春に103系を大量置き換えした205系ですね。205系といえば、武蔵野線からは消え、首都圏から消えるのも時間の問題と言われている車両ですね。そんな車両が未だ新型車両として扱われてるなんてこの路線どうかしてる。これに乗って、京都に戻ります。京都までは、折り返しでしかないのでカットします。京都に着きました。そこにいる新快速に乗って、大阪まで行きます。この京都線の新快速は、京都大阪間を28分で飛ばす化け物です。関東で例えると、東京から八王子を30分で走破してるようなものです。どこぞの通勤快速を思い出すレベルのチート具合だな。でもなぜか映像が全くないのでカットします。大阪に到着しました。今回めちゃくちゃ飛ばすな。それではここからはまた別で切符を購入します。おっと前の人が引っかかった。大阪から京橋までの切符で入りました。大阪環状線はかなり複雑な形態みたいですが、多分大変なのは内回りだけなので適当に乗っても大丈夫でしょう。なんだそのガバガバ理論。来たのは、223系ですね。これに乗って、京橋まで行きます。短いのでカットします。京橋に着きました。そういえば、大阪環状線は発車メロディーがあるそうだな。そのようですね。発車メロディー、京橋です。なんか、東の発車メロディーとは違って愉快な感じですね。なんかメトロっぽいな。それでは改札を降りまして。あれ、やばい待ってブックオフどこだ。え、まさか。皆さんすみません。ブックオフが見つからないので大阪駅に戻ります。いや、何のために京橋まで来たんだよ。ということでホームに上がってきました。京橋複雑すぎてよくわかんねえ。そしてこちら側に、内回り電車が到着。これに乗って、大阪に戻ります。車両は、大阪環状線の新車として投入された323系です。関東でいうところの電子レンジだな。もちろん大阪まではカットします。大阪に戻ってきました。次に乗る列車まで時間があるので、大阪駅の解説でもいたしましょう。関西一の大ターミナルの大阪駅ですが、実は東海道線と大阪環状線の2路線しか通っていません。しかし、東海道線の大阪より東を京都線、大阪より西を神戸線という愛称を付けられており、また宝塚線や阪和線などからの直通列車が集結したことで、大阪駅は、日本有数の大ターミナルとなりました。そのため、大阪駅は上りのサンライズも止まります。そのため、この時間帯の大阪駅は、鳥取、和歌山、金沢、東京と、多彩な行き先を見ることができます。発車時間が近づいてきたのでホームに行くと、221系の快速網走行きが止まっていました。こいつ乗りてぇなぁ。この後の新快速が先に行くから仕方ないね。ということで乗る予定の新快速が来ました。223系か。これに乗って姫路まで行くんですが、ここのシーンに関しては、逃走シリーズ1の動画で紹介しているので今回は割愛します。ほんと今回の旅継ぎはぎだらけだな。それでは姫路まで、カーッと。姫路に到着しました。やっと姫路に着いた。それではここで岡山行きに乗り換え。と行きたいところですが、今回はここ姫路で一泊したいと思います。それでは今まで通り改札に没収と。あれなんでー。友人改札を通ってきました。姫路駅は途中下車対応してるはずなのに、おかしいなぁ。姫路駅の姫路城口を出ました。ここは、姫路城口というだけあって、姫路城が間近に見えます。姫路城は世界遺産に登録されていて、建設から400年以上経った現在でも、美しい姿を残しています。姫路に泊まるなら観光すればという声が聞こえてきそうですが、そもそもこんな時間に姫路城は開いてませんので今回は観光はできません。ちなみに姫路城は、16時までやってます。ということで今回泊まるホテルにやってきました。暗すぎて何もわかんねえよ。今回泊まるホテルは、ホテルドーミーイン姫路さんです。
部屋は、ビジネスホテルなので広いわけではないですが、狭すぎるわけでもなく、ちょうどいい広さです。あとドーミーインといえば、もう一つ名物がありますね。名物、それがこちら、夜泣きそばです。このそばは、ドーミーインでのみ食べられるそばで、そばとは言いますがどう見てもラーメンです。ラーメンを中華そばって言ってるところもあるし、その辺は問題ないな。このドーミーイン姫路の場合は、2階にあるレストランで食べられます。味はあっさりとした醤油ラーメンで、ラーメンの割には胃がもたれることがありません。こちらのラーメン、なんと無料なのでドーミーインに来た際にはぜひご賞味したい一品です。ラーメンを無料で提供してるのか。なんかすげえな。ただ夜泣きそばという名前なので、当然夜にしか販売がなく、21時半から23時までの営業です。まあ大抵ホテルに泊まるのは夜なので、夜更かしするデメリットを考えなければおすすめです。夜食最高だぜ。では今回はこの辺で締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。